ブルジェティスラフ・バカラは、チェコ出身の指揮者。オーストリア・ハンガリー帝国領フリシュタークの生まれ。ヤナーチェク・オルガン学校を経て、ブルノ音楽院に入学し、フランティシェク・ノイマンに指揮法、レオシュ・ヤナーチェクに作曲、ビレーム・クルツにピアノを学ぶ。1920年から、プラハ国民歌劇場の指揮者を務め、ボスラフ・マルティヌーの、この世で最も強いものは、の初演などを手掛けた。 1926年には短期間ながらアメリカに渡りフィラデルフィアでオルガニストとして働く傍らでハンス・キンドラーの伴奏ピアニストを務め同年帰国してブルノ放送還元楽団の指揮者となった。1929年にはシノ・ノイマンの後を継ぎプラハ国民歌劇場の首席指揮者に就任。ヤナーチェクのオペラ死者の家からの初演の指揮を担当した。 1936年からは、モラビアの女性教師たちによる、バッハ合唱団の指揮者も務め、1937年には、ブルノ放送還元楽団のロシアツアーに帯同して、成功を収めている。1951年には、ヤナーチェクオルガン学校を基礎とする、ヤナーチェク音楽院の指揮法の教授として、更新の指導に当たった。1956年に、 ブルノ放送還元楽団を発展的に解消して創設されたブルノ国立フィルハーモニー還元楽団の初代主席指揮者に就任。作曲家としても作品を残す。ブルノで死去。ありがとうございます。